え大学で主に銀行について学びましたが銀行業界には未来がないと判断して大手ドラッグストアに入社しましたが正解ですかえっ、ー、とフィンテックとかまでちゃんとやればかなり未来は大きいと思うんですよね要は今までの,その銀行業務でその窓口で一般市民からちょっとずつお金を集めて定期預金とかでなんとかしますっていうのであればさすがに厳しいと思うんですけど ただその要はあのお金が世の中を回しててでそのお金に関する技術だったりそのまあ証券とかも含めてっていう金の稼ぎ方っていうこと自体は不変だと思うのでそういう意味でいくとドラッグストアよりもなんか金回りの技術の方があの要はそのドラッグスターって基本的にその安売りしかやることないじゃないですか。そのすげえ儲かる っていうのって単にその安売りでいっぱい売れましたっていうだけで、なのでその利益率が異常に高くなることはないんですよね。ただそのじゃああの例えば東京三菱銀行っていうお店があのじゃあオンラインで口座作れるようになります。じゃあ東京三菱銀行の赤羽支店だったらオンラインで口座日本中誰でも作れますよって言って、じゃあ日本人一億人がみんなその東京三菱銀行赤羽支店に口座を作ると。 口座振込手数料全員0円になるんですよ要は同一の支店内に対する振込って0円じゃないですか なのでそのでそいろんな銀行にそのお金の口座を置いといて手数料払い合うのって嫌だからもう全部1個にしようぜっていうのをやってその日本人全員が同じ銀行の支店に作るとかってやると銀行手数料なくなるんですよ超便利じゃないですか。っていう感じでもそのやろうと思えばやれて利益率とか全然変わる構造はあるのでなのでなんか、まあ、ドラッグストアよりはまだなんか面白いことあるんじゃないかなと僕は思いますけどね。はい